あんまり口に出して言うことではないのですが、うん、やっぱり僕もいい年なので、うん、人を育てなければいけないじゃないですか。はい、だからそうすると結局僕が言ったから、うん、僕の意見は正しいでそれに人は従ってしまうのですよ、はいはい、でも僕がいない時に、うん、じゃあ何が正しいかっていうのをみんなで考えて決定をするわけじゃん、うん、っていうプロセスをすることで人は成長していくんですよ、うん、なるほどね。だから毎回毎回僕がガンガン決めしたら人は成長しないじゃないですか、はいはいはい、論破していい、はい、でもさサラリーマンとかがさ大勢例えば15人とかで会議してるときさ、うん、1人2人いなくても何の問題もないよ、はいはい、だからもうそいつがいても問題ないんだから別に30分遅刻しちゃって問題ないじゃん、うん、はい、木村先生よく考えてください。君は最近偉くなってるからね、はい、君が決定権握ってるんだよね。あ、だから僕基本的に僕が決定権を持つ形の会議って実はやらないようにしてる。どういうこと？あ、だから僕決めなきゃいけない時は、うん、メールとかで全て決めてある。あ、なるほどね、うん、だから会議の時って、うん、その話しなきゃいけないなと他の人が思っている時に発生するんだよ。僕が何か決めるときはすでにもうその場で決めてるから。なるほど。僕決めるのに時間かけるってやらないもん。君さ、最後の5分くらい来てさ、うん、これなしってやるじゃん。やるよ。これ間違ってるからっつって、うん、やるよ。ダメ、人育たないからそれ。違う違う、間違ってるものは間違ってるって言わなきゃいけないんだよ。どんなにきつくても、だったらどんなに嫌われても、だったら2時間前に言え。俺らが作った積み木を、積み木が積み上がる前に言ってくれ、それを。そうだね。その人間違ってるって。